こんにちは、バーチャルサイエンティストの卵のルーです。つい先日、脳科学関連でまたまた面白い発表がありました。なんと日本の脳科学が関わる科学技術プロジェクトから脳科学技術が当たり前になった2050年の未来の生活でどんなことが実現できているのか、そんな未来の科学技術をテーマにした短編漫画が公開されました。この短編漫画を発表したのは内閣府主導の科学技術プロジェクト、ムーンショット目標1。このプロジェクトは2050年までに人が身体、脳、時間、空間の制約から解放された社会を目指すことを目標に掲げ、さまざまな研究者たちが協力して研究しているんです。例えば自分が感じた感覚や脳内で考えたことを言葉で伝えるのではなく、脳から直接相手に伝えることができるシンクコミュニケーションの研究や、自分の脳活動といった生体データから自分自身の体の状態を読み取ってどんな行動をすればよいのかをアドバイスしてくれる AI ブレインアシスタントの研究などを実施しているんです。実は以前ムーンショットプロジェクトから依頼を受けて、このプロジェクトでの研究成果について紹介した動画を作成しているので、詳しく知りたい人はぜひこちらの動画をご覧ください。さて、そんなとっても魅力的な目標を掲げて研究を推進しているこの科学技術プロジェクトムーンショットですが、実は一つとっても大きな特徴があります。それは社会実装をとっても強く意識した取り組みを実施していること。このプロジェクトの目標は2050年に新しい技術を取り入れた社会を実現することなので、研究して論文を書いてはい終わりではなく、研究によって生まれた研究成果をどのような形で社会に実装していくかというところまでを強く意識して様々な取り組みを実施しています。その中には正しい脳科学技術を伝えて、脳科学の面白さや今の科学技術の先にどんな未来が待っているのかを伝える取り組みとして、 SF 作家と研究者がコラボして未来の社会生活がどんなものになっているのかを漫画や小説として提案するっていう企画、ニューワールドを実施しているんです。今回公開された漫画はその第1弾ということで、漫画家のククさんが2050年の世界を舞台に短編漫画を作り、近い将来訪れるかもしれない未来の生活の様子を描いてくれたんです。漫画家のククさんは過去にも死んだ彼氏の脳みその話という脳科学が大きく関わりそうなテーマの漫画を手掛けていて、それをきっかけに脳科学関係者からとっても注目されていた漫画家さんで、今回は実際に脳科学の研究者と将来起こり得る未来の科学技術について議論を交わした上で漫画を作成しています。今回公開された漫画の概要としては、2050年の未来では脳で感じたこと、考えたイメージを直接出力して他者にその情報を伝えることができるようになったという世界でのコミュニケーションについて描いた作品になっています。例えば自分の体験を脳から直接伝えて経験の共有ができるメモリーシェアや、念じただけでコンピューターを操作するブレインマシンインターフェースといった科学技術が当たり前になった世界として描かれていて、未来の他人とのコミュニケーションがどのようになっているのかを想像させられるような作品でした。この漫画のすごいところは、現役の研究者と実際に議論した上で漫画を作成しているので、作中に出てくる科学技術の多くが今研究の現場の最前線で実際に研究されているものの延長にある技術なので、ただの空想ではなくかなり確度の高い未来予想になるかもしれないという点なんです。作中にテレパシーのように自分の脳で考えたことを直接相手に伝えたり表現することができる技術などが出てきていますが、ムーンショットの研究プロジェクトの中でも実際にそのような技術の研究をしているので、2050年の未来にはこの漫画で描かれている世界が本当に実現しちゃうかもしれない、そんな期待を大きく持たせてくれる作品でした。また最新の科学技術についても分かりやすく説明している説明パートもあって、一般に難しいと思われがちな科学を手軽に分かりやすく伝える手段としての漫画という意味でもとっても魅力的な作品だなぁと感じました。こちらの漫画の作品名はドットロー、日本語では生の
という意味で、自分が感じた生の感覚や感情を相手に伝えることができる未来を描いていて、ぴったりの作品名ですね。こちらの短編漫画ドットローは現在ウェブ上で無料で公開されています。概要欄にリンクを貼っておきますので、2050年の未来、本当に実現しちゃうかもしれないテレパシーが当たり前になった社会の生活を覗いてみたい人はぜひ一度ご覧ください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。